ね、僕はですね、ぴょこたんていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。僕がね、衝動買いしたものをお見せしますよ。どーんプーマンのね、えー、スーパーマリオコラボレーションスニーカー。あ、また色が。ちょっと、こらもうこれ、どうしようかな。青が、緑が消えるんだよ、これ。黒マキーで緑が消えちゃうのよ。まあ、いっか。 うん。これ。これいいね。あのね。で、細かいのよ、これ。入ってる紙もね。マリオがこう、プリントされていて。あのね、この、なえ、プーマ×マリオシリーズも、結構ね、ゴテゴテした、ゴテゴテしたのばっかりだったの。ちょっと、ハイテクスニーカーみたいな、なんかバスケットシューズみたいな。そんな中で、ギリギリスタンダードな、 スニーカーだなっていう。これギリ履けるなっていうのがこれだったの僕の中では。まあこう普通にやってれば、まあスタンダードなスニーカーじゃん上から見ると。でもちょっとこ細かく見るとマリオだなっていうところが要素がいっぱいあって。一番はまあここだね。ここになんか <laughs> ブロックが <laughs>、ブロックがついてるっていう。これはちょっとさすがにやりすぎだけどギリ。これで許せる。あとはね、ここに羽がついてるから空飛べるように。で、これマリオ。お馴染みのマリオマークでこう羽で空が飛べちゃう。で、色味もまあマリオなんだよね。 赤と青。で、緑。で、裏が赤。うん。で、スーパーマリオ6系ここは誰も見れないから、ここにこういう風にロゴが入ってる分には全然悪くないじゃん。で、ここに19、1996、う、年、ん。僕が漫画家デビューした年。で、ここにね、マリオのこういうロゴが入っていて。まあ、これは取るよ。これはさすがにこんなの吐きながらこんなのぶら下げないから。うん。 このブラック確かにね、いらない感じもするんだけど、でもこれがあってマリオでしょ。これがあってよりマリオを、マリオが加速するでしょ。確かにいらねえんだよな、このブロック。このブロックがさすがにちょっと、あのー、40歳に履き、吐きづらくさせてるわけよ。40代に履きづらくさせてるのはこのブロックなんだよ。でもいいんだよ。それがまたいいんだよ。こっちはマリオで、こっちがプーマ。プーマなの。いいよね。これが一番スタンダードで。 僕もね、あんまりね、ゴテゴテしたね、やつは、あの、履かないのよ。うん。だけど、これだったら、結構いいんじゃないなんか、これ履いて、USJ 行けばいいんじゃない痛くて。もう、歳のいったね、任天堂信者っていう感じで、痛さが増すじゃん。よくそういう女の人いるじゃん。ピンクのね、お姫様みたいの着てる、60オーバーの、ゴスロリちゃんいるじゃん。ああいう感じで、僕も、これを履いて、 ゲームのパーカーで、ゼルダのね、カバンを引っさげれば、そういう空気感出るでしょだからそのためにこれ、たくさん歩くから、今から練習してね、たくさん履いて、歩き慣れた靴じゃないとね、ユニバーサルスタジオジャパンなんて靴ずれになっちゃうから、新しい靴で行ったらね。いいよね、これ。これが一番良かったよ。これしかも、9900円、確か。他のは15000円くらいなの。で、 僕、他のも全部見た、み、あの、ソールドアウトしてない時に見たけど、これしかねえなと思ったわ。これが唯一僕の中で履けるレベルかなと。うん。これ以上はちょっとゴテゴテしすぎだし、小学生感が高えなと。でも元のでもあれきっと履いてんだろうな。うん。結構いいよね、これ。うん。すごいいいと思う。 ちょっとサイズが思ちたより小さかったんだよなもう、もう一個上を買えばよかったわ。藤田はね、もっとね、ゴテゴテしたのとか、ピーチ姫とかがぐっちゃぐちゃについてるやつとかも平気で来ちゃうの。ぐっちゃぐちゃななんかマリオの変なパークあるじゃん。ニンテンドーオフィシャルスワで売ってたやつとかも平気で来ちゃうから、なんか大阪のおばちゃん感覚で藤田はまた違う感じのいたいたしさがあるんだよね。で、藤田と一緒にいたら向こうはそういうの履いてくるから、二人揃うことで、よりいたいたしさが増すと思うんだよね。藤田さんはね、あんま気にせずね、 変なスカジャンとかでもなんか、ごってごってなやつとか着てるし、着こなしとかないと思う、藤田さんの中では。ただただ全部ごっちゃごまぜにして着てみましたみたいな。柄物に柄物に柄物みたいな感じを平気でやる,やるのが藤田さんだから。私服の藤田さん見ればわかるけど。僕はね、意外とね、そのワンポイントで抑える。こう、控えめな性格っていうのも出てるから。そういうタイプなの。そこがやっぱちょっと違うんじゃない藤田さん。 「西日本にから青いださ」